力の差を痛感した第13回 BFAU18 アジア選手権に出場する侍ジャパン U から18日本代表は28日ホットモッドフィールド神戸で行われた大学日本代表との総合試合に1対7で敗れた6安打1得点に抑えられ14安打7失点と打ち込まれての乾杯だった 党だともに大学生の高い壁の前に屈した。甲子園で躍動したスターたちが集結した高校代表だが、今週のドラフトで即戦力候補として指名が期待される大学生たちにはかなわなかった。指揮を取った小倉正義監督も、大学生の投手はなかなか打つのが難しいなと、ドラフトにかかるような良い投手の速球を見せてもらった。 バッターもなかなか三振を取れませんしね、と脱帽だった。改めて凄さを実感した。試合後のインタビューで高校代表の投手たちは、印象的だった打者の名前を挙げた。先発した京都国際、中崎流星投手、3年、は3番、青山学院大の西川師匠外野手、4年、の名前を挙げた。 スイングが速く、甘いところに入ったらスタンドまで持っていかれると思いました。と振り返った。決勝打を含む2安打2打点と躍動した大学屈指の大砲にはプロ注目の報徳学園、今朝丸広木投手、3年、も、スイングが力強かったのでびっくりしました。と驚愕。東海大相模の藤田流星投手、3年、も、 パワーもありながらミート力もある打者。最も自分が苦手とするタイプなので、その中でどれだけ勝負できるかは楽しみにしていました。と、バットを折りながらも左翼へ二塁打を許したスラッガーの名前を挙げた。けさ丸と同じく報徳学園で日本代表の首相も務める相もっぽ投手、三年、が挙げたのは、5番、国外クイーン大のヤギ方健吾内野手。 4年、だった。決めに行った変化球をすべてかわされて、投げる球がない状況になりました。なかなか打ち取ることのできない打者だなと感じました、と本音を漏らした。これ以上ない相手に、立ち向かった U から18日本代表。痛大会ぶり6度目のアジア選手権優勝へ、この結果を糧に最高の結果で恩返ししたい。